佐々木裕介のスポーツチャンネル。膝って動かす関節じゃなくて支える関節なんで、これが多分一番リアルなんですよ。引っ張ろうとしたらギュッになっちゃう。でこの小胸筋ってやつが猫背を助長させやすいんですよ。急遽取らせていただくことになったんですけど、僕一個やりたい企画があったんですよ。いつも達人治療シリーズってやらせていただいてるんですけど、コメント欄に達人治療しても元からすごいからわからんって言われるんですよ。よくあの龍先生いらっしゃるんですけどだってめちゃ動けるじゃないですか元が。をもっと動けるようになってるのって、まあ確かにプラスをプラスにしてるんで、いまいちわかりづらいだろうなっていうのがあって、だったらちょっと言い方あれですけど、一般の方って、みんな一般の方なんですけど、一般の方をやった方が分かりやすいかな。一般より悪いな今声聞こえちゃいましたけど、一般より悪いやって。でちょうど龍先生と一緒に来ていただいた方がなんかめっちゃ痛いっていうことで、ちょっといいですか。こんにちは、よろしくお願いします。終結 T シャツ着られてるですよね。結構悪い、悪いですよね。悪いです。何が困ってます。はい、もう後ろに反れないです。この首と背中が痛すぎて、あとは右足が悪いです。あれ、手術したんでしたっけ。手術はしてない、はい、でってことですよね、はい、ちなみにこれいつぐらいから痛いんですか。これはもともとずっと悪くって、ひどくなったのがこの 2,3 週間。ああ、なるほど。もともとあんま反れない。反れないです。 OK です。と、はい、いうことで、ちょっとこの反れないというか痛いところを、まあ、アプローチして変わるか変わらないか分かんないですよ。まだ全く見てないんで全く見てないんであれですけど、ちょっと変えられたら変えていきたいなと思うんで、はいはい、お願いします。じゃあちょっとまた動き見ていいですか。めちゃくちゃ硬い。どうぞ脅してますめちゃくちゃで、またちょっと動き見たいんで、はい、またさっきのゆずの足閉じて、すみません、まっすぐがいいです。そうです、これで前屈してみてほしい。あ、でも柔らかいですね。今度後ろ反らしてみてほしい。これすごいですよね。でしょ。はい、だって、失礼な言い方ですけど、頭上向いてるだけですからこれがするようになったら、はい、ちょっと、いや、そうなんですよね。ちなみにどこが痛いですか。ここと、ここです。なるほど、ここが痛いんだ。じゃあごめんなさいね、これ、ちょっとごめんなさい。これで、後ろ反らしてみてください。変わります。変わんない。少し変わります。ちょっと変わります、はい、戻します。ごめんなさい、もう一回、これで、もう一回、ごめんなさい、お願いします。これ楽ですか。楽です、うん、戻してください。ってことは、よくなりそうですね、そういうのがあるんで。足もう一回閉じてもらって、で、右振り返ってほしいです。これ、右回らないですよ。はい、で、回らないんで、背中を無理やり倒すんですよね。もう一回右、やってもらっていいですか。これ、背中辛くないですか。辛いですよね、これ大小動作って言うんですけど、はい、あの、多分、こう、いろんな、ですね、これここで痛くなるじゃないですか、はい、これ動きのせいですね、多分ですよ。まだちょっと全部見てないからですけど、でも動き出していったら多分これなくなると思う。へえ、すごいね。本当にすごい。なので、すごい、すごいしか言えない。いやいやいや、そんなことないですよ。でこれ良くなったらすごいことですね。チェックいろいろしたいんで、はい、横向きでお願いします、最初。で、これで胸回せます。胸をこっち、肩を、そうこれ痛い、はい、そうですよね、これができなくなるんですよ。これで回してみてください。こうやるとどうですか。楽。はい。本当はこの胸椎って回線って言って回すのが得意なんですよ。それは全く出ないんですよ。全くはちょっとごめんなさい、ね。モリモリかもしれないんですけど、が出なくて、多分分かんなくて、ここまで出なくなっちゃってる理由がちょっと、まあ膝からなのか、それとも何か回す動作に怖さがすごいあって、やめたのかはちょっと分かんないんですけど、でも意識的にやめてないとここまで硬くならないんですよ。なんかあります。もうやったりして回すというか、なんかこの辺でバランス取っちゃったとか。でも、あのパソコンを急にするようになって、うん、この 4,5 年、はい、そこから全く動かなくなりました。はい、OK です。仰向けでお願いします。これ、まあ、腰痛い。いや、ここで、ここだけです。これつきます。もしかしたらそっちつかないですね。 OK です。で、なんかそれついちゃうと関節柔らかいんですよ。あ、関節緩いとまたちょっと変わってくるんで話は、はい、横向きですね。横向きがいいです。離しますよ、はい、おいちょ。これどこで支えてます。腰です。あ、ってことはやっぱそうなんですよね、はい、で上から押すんで耐えてくださいね、はい、もう一回いきますよ。本気出していいですからね、はい、あ、そうそう逆でお願いします。離しますよ、はい、よいしょ。これは
腰です。こっち、はい、で上から押しますね。ってなるじゃないですか。戻してください。あ、ダランとしちゃっていいですよ、はい、ちなみに、あ、ごめんなさい、ちなみにこんな痛くなるのって真ん中ですか、右左、こっちです。右側、はい、あ、で座ってください、はい、で座ってる姿勢が多いじゃないですか、はい、でこれ、全部出るんですけど、要はこの座ってる姿勢ってこうじゃないですか、いつも通り座ってほしいんですよ、はい、重力って絶対に頭から下に来ますよね、はい、下から上だったら浮いてくじゃないですか、はい、なんでちょっとよいしょ、ごめんなさい、耐えてほしいんですよ、はい、耐えてくださいね、押す感じ、まあこれまあまあ耐えれますよね、はい、いきますよ、はい、わかりますよ、はい、全然耐えれない、あ、同じ力だったんですか、弱いです、こっちの方が、あ、はい、こっち行きますよ、はい、こっちまあまあ持ってますよね、僕、はい、っうわっていうのがあって、そんな感じの使い方になっちゃってるんですよ、今これをこっちの方が乗らないですよ、体重、うん、だ立ってても立ってください、はい、で踏ん張ってほしいんですね、はい、この感じ、まあ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 こっちに体重乗らないから、はい、で全部多分この辺かばってますよ、でもしかしたらそれに回るのが出ないとかっていうのもあるんで、怪我したの右ですもんね、右です、だから多分乗せたくなくなったんですよ、はい、そこから、なるほど、はい、そういうことか、はい、かばって動いて全部こっちに乗るんで、はい、こっちは支えるのが得意なんですけど、はい、右は今乗らないから多分全部この辺でこう支えてるっていうのがある、はい、ですごい分かりやすいというか、はい、繋がってるなっていう感じですよね、はい、でも膝は今痛みはあるんですか、まだ大丈夫です。あ、大丈夫です。でも、うん、こう段のところ上がるのとかは辛いです。辛いです。はい、まあ、でも究極ですよ。膝って動かす関節じゃなくて、はい、支える関節なんで、まあ、あんま動かなくても正しく使えてくるともっと全然良くなると思う。はい。はい、ちょっとその辺まで簡単に決めていきます。はい、じゃあまず動き出しちゃうんで、はい、横向きでいきましょうか。また横向き。もう最初からちょっとこすっていいですか。はい。で多分押されていたいのもしかしたら左なんですよ、なぜかって言ったら左の方が使うんでとか使ってしまってる、はい、でも自覚症状あります？左の方が乗ってるなとか座ってる時とか、いや、ないです、もうあの骨が痛いです、はいはいはい、骨が、でもこの見た感じと、はい、触った感じ、チェックした感じ、うん、とその今トモさん痛いとこあるじゃないですか、はい、の場所がある程度一致するんで、はい、これ改善するやつなんですよ、え、なんでそこ痛くなってるんですかとか、うん、動きとの整合性がないとか、はい、だとごめんなさいこれ無理かもしれないなんですよ、魔法使えたらいけるんですけど痛いですか、ちょっと痛いです、すいません、大丈夫です、ちょっと痛いって言ってるところに攻めます、階段ですもんね、膝やっちゃったのは、はい、でもそこから辛かったっすね、そうなんです、松葉杖と、お、はい、でもこれが多分一番リアルなんですよ、治療とかそういったので、うん、ではだってどのスポーツのこの動きができないから良くしたいっていう方が少ないじゃないですか、うん、はい、少なくてどっか痛くて困ってるっていう人の方が絶対多いんで、痛い、嬉しそうっすね痛いだろ普段治療とかしてなかったんですか、治療は、うん、たまにあまりにも耐えれない時だけ一斉耐えてました、うん、ああなるほど、はい、それはその場はいいけどって感じですか、そうです、結構楽になります、でも行くとでもやっぱり痛いですごめんなさい、いやそうっすよね、はい、いや結構難しいと思います、はい、はい、あこれとか痛くないですか、そうでもないですか、これ痛いです、痛いですよね、こういますもんね、はい、気持ちいい、大丈夫ですか、はい、これ感覚としては硬くなってるんです、硬くなってめっちゃ硬くなっちゃってます、ね、さっき言ってたあの輪ゴムの伸びない感じがすごいんですよ、筋肉ってその伸び縮みすごいするんですけど、うん、それが今引っ張ろうとしたらギュッになっちゃって、はいはい、簡単に伸びないんですよね、動かそうとそれで無理にするとやっぱり痛みが出ちゃったりとか、うんうん、でも動かしたくなくなっちゃったんですよ多分この感じ、うん、動かすと痛いし、うん、なるほど、じゃあ動かない方がいいじゃん、うん、で、うんうんうん、で動かなくなっていったらどんどん痛くないけど動かなくなっちゃったみたいな、うん、で筋力落ちるんで、うんうん、いつか痛みが追いついてきたとか、なんで逆に動かしちゃった方が早いですよ、うん、最初怖いですけどね、うんうん、怖いしちょっと嫌だなっていう感じは出ると思うんですけど、うん、でも動かしてあげた方が絶対いいです、はい、よし、これでちょっと仰向けになってほしいです、
これ小胸筋ってとこ狙ってるんですよ、はい、大胸筋じゃなくて。でこの小胸筋ってやつが猫背を助長させやすいんですよ。これ痛いですよね、うん、でも同じようにやってるように見えると思うんですけど、はい、これは引っかかるんですよ。多分痛いですよね。痛いです。でもこれそうでもないですよね、はい、へえ。これが痛いんですよ。ここはこわばってるから背中がこう丸まってくる。そうですそうです、そうです。完全にこうそうです。こうすごいですね。その人に合わせた施術なんですね、やっぱり。あ、そうですね。なんで当たりつけて、当たりというか見た目で当たり予測して、ええ、で予測から答え合わせして、で答え合わせして合ってたら狙っていく。関節めちゃくちゃ悪いです。あ、これ痛いですよね。ごめんなさい、ここから分かった。私の気持ちやっと分かった。最強のガヤが来ましたよ。すごいんだろ。最強ですからね、先生。マネージャーなのに優しくして。いや、めっちゃ今言ってどんどんやって、全然大丈夫だ。いいですか。どんどんやって、先生から OK 出ましたんで。 OKOK。 これ痛いんですよ。うそ。私ほんまにさっき、うわっ、なりますよね。なる。今笑ってるけど、さっき全然笑えないよ。これはね、受けた人にしか分かんない感覚だと思うんです。絶対みんな一回やってみたら、もう、目覚める。これ、これか。うわすごい。じゃあ眠たい人はぜひ、うちで。はい、ぜひぜひ。俺、月1回ぐらいに行きたいわ。行きたい。ほら、分かります、はい、右そんな痛くないの分かります。こっち痛いですよね。はい、こっちばっかなんですよ、負担かって。うん、あ、同じようにやっていて。あ、そうですそうです、そうです。全然引っかかり方違うんで。これで、まあ、はい、ちょっと最後運動は入れたいんですけど、足閉じてもらって、はい、後ろ反らすのどうですか。おーおお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 おすごい。さっき首だけやね。首だけでしたね、さっき。曲がってるよ。え、すごい。曲がってるよ。ここから、はい、ですね、まずかかとをお尻につけたいんです、はい、かかとをお尻につけてもらって、で前に出します。で頭の後ろ見て、後ろ、はい、こんな感じ、はい、そう、それで肘を見ながら上、肘をこっちに向けて、そうで、これは私も勉強にできる。はい、ゆっくり戻します。そう、多分、リュウ先生めっちゃ行くと思うんですよ。え、そうなの。かかとをお尻につけて、はい、頭の、右手で頭の後ろ触って、で、そう、肘見ながら、うん、もう、そう、で、これが、あ、そう、行くんですよ。で、リュウ先生やってみてもらって。あ、行く。あんま行かないじゃん。あ、ほんとだ。これ、胸椎の硬さなんですよ、ね、はい、ほんとだ。で、息吸って、吐きながら、ここ目線、そう、1、2、3、4、5、はい、戻します。あー、動いた。そう。おお、これ誰でもできるんで。すごい。オッケーです。これでもう一回動かしてみてもらっていいですか、自分で。さっきより。おお。さっきよりだいぶやで。逆。だいぶ私と同じぐらい。私と同じぐらい。そう。で、もう一回自分で動かしてみてください。こっちの全速なの分かります？あ、すごい。こっちの分かっちゃったんですよ。オッケーです。これで立ってもう一回反らしてみてほしいです。すごい。ちょっと待ってね。はい。はい。おお。おめでとう。すごい。痛みどうですか。大丈夫です。痛い。多少痛い。大丈夫。あれですか。わかります。もう全然違う。全然違う。さっき首だけやで。ので、首には、ごめんなさい。これ支え作ってあげた方がいいんですよ。なんで。ちょっと終わった後、最後に一個だけ簡単なのやるんで。はい、お願いします。わあ、すごいプロやん。佐々木先生、プロ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんで、でも。全然自慢して。いいですか。いや、結局、その、判断したじゃないですか。はい、判断して答え合わせして、何回見つけて、ここが整合性があったらいけるんですよ。はい、ここがなかったらごめんなさいなんですよ。多分、やっても変わるか分かんないんで。はい、すごい。ここの見たものもすごい、ちょっと楽ですか。あ、もう全然すごい、ほんまにすごい。もう来たら全然、もう私の体触って。触ったら分かるから。問診やりながら、この人はいけるだろう、これはちょっと難しいかもとか、いろいろあるわけです。あります、正直あります。ただ
内科的な疾患ではなんか病気から来ているものかなって思うんですよ、そういう時。はい、のでそしたらちょっと紹介状書いてとかってしてるんで、うん、なのでこういうパターンだったらいけるかな。あ、すごい。すいません、映しちゃっていいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんで一般の方も全然できますんでって。すごい、はいはい、これちょっとシリーズ化しようかなと思いますんで、よろしくお願いします。第1号でありがとうございます。第1号です。あ、でもあの自己紹介しといた方がいいんじゃないですか。あ、年齢とかもね、全部多分参考になると思うんで。いいんですか。はい、そんな全部大丈夫です。55歳です。もともと卓球やられて。そうなんです、卓球をしてて、はい、でそこから、はい、出産して、はい、で一回交通事故にあって、はい、そこからずっと腰も首も悪く、はい、でだんだん徐々に、はい、多分更年期も入ってきて、はい、余計コロナで重症化して、はい、で動かなくなって、はい、でもデスクワークばっかりになったら、はいはい、もうあの状態でした。でも全部つながるますよね。はい、つながります。はい、でちょっとこれあのやっていただいて、はい、で簡単なんで、はい、はい、引っ張ってあげる。はい、これポーズになるよ。はい、はい、最高な。ちょっとそんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。